さんこんにちは、マリリンです。本日もご視聴ありがとうございます。めっちゃ暑いということで、私ね、年中崩れない。もうそれぐらいのメイクをしています。でも、夏はより崩したくない。やっぱ一番季節的にも崩れやすい時期。目の下が真っ黒になっちゃったりとか、ここがテカテカしてきちゃったり、眉毛が取れたり、いろいろあると思います。夏祭りのデート、家族での旅行、いろいろあると思います。今年の夏の絶対誰に崩さない鉄壁メイクの紹介をしていきたいと思います。イエーイということで、ぜひぜひ参考にしていただけたら嬉しいです。早速メイクやっていきましょう。どんなにいい化粧品使ってもどんなに皮脂崩れしませんって言われてるコスメを使ったとしても、基礎化粧水でやっぱりお肌を整えてないと崩れる一番の原因になります。特に乾燥肌の方、肌トラブルがある方はスキンケアをしっかりしてあげるのも一つかなと思います。まずは洗顔から紹介です。水彩のビューティークリアミクロウォッシュ、ミクロクレイ洗顔っていうものなんですけど、毛穴をねしっかりと落としてくれるんですよ。これめっちゃ気に入ってて、やっぱり毛穴洗浄をしっかりしてあげた方が化粧の流も良くなるので、まずはこれからやっていきます。乾いたお肌にのせていきます。小さな細かいちょっと粒みたいなのがね入ってるんですよね。これをまあ T ゾーンとかにやっちゃうんですけど、私の場合はもうこのまんま全部を塗っちゃう。今まででドラコスで使ってきた洗顔の中でトップ一番好きってぐらいこの洗顔料好き。これ使ったらほんまにお肌が整うのよね。これを30秒間置いて、で洗い流します。洗い流すときちゃんと泡になるので、さらっとこう洗い流せる。なんか普通のクレイバッグやとさ、洗い流す前にちょっとカピカピしてきちゃって洗いにくいみたいなのあると思うんですけど、これ全然そんなことない。洗顔してきました。すっきりー。こんな感じでお肌もツルツルになりました。こちら B アイドルのメイクルーティンマスク R です。使いすぎてさ、ほらないもんほとんどっていうぐらい毎朝毎晩ぐらい使ってるかも。ティルティルもよく使ってたり、私本当にいろんなフェイスマスク使うの好きで、あっちゃこっちゃ買ってますリズムのねマスクも好きですし、これをつけていきます。たっぷり洗顔したらすぐにこのマスクをつけて3分から5分ほどパックします。で、なんで一番最初にパックするかっていうと、やっぱりメイク前肌を冷やすっていうのはめっちゃ大事。これで肌の毛穴をギュッと引き締めて化粧の量を良くしてより崩れないようにするっていう感じ。こういうマスクの時下向けておいてます。こっち向けちゃうと全部後ろ側にがひたひたになっちゃって前だけスカスカになっちゃうんで、いつもこうやって反対向けておいてます。外していきます。お肌が引き締まってます。このまま放置するんじゃなくて抑え込むように、ヌーのオーガニックモイスト化粧水、毎日マスクでしっかりとお肌を冷やして浸透させてから化粧水。やり方はそれぞれなので自分に合ってる方が一番いいんですけど、私はこのやり方。結構これ夏にすごい向いてるなって思うとこがあって、ベタベタしないんですよ。本当に水なんですよ。結構シャバシャバしてる感じなんですけど、乗せていくとどん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 浸透していくからしっかり保湿される。次はSOSOのスージングバームの保湿クリームを塗ります。以前猪狩さんとコラボさせていただいた時にバーム状になってるんですっごく塗りやすくって、めっちゃ保湿されてツッツーになったんですよ。使っていきます。バームになってます。しっかりと保湿をして、先ほど塗った化粧水を閉じ込めていきます。わかる？このツヤ感、これがめっちゃ大事。ちゃんとスキンケアできてなくて乾燥してくると、肌乾燥しちゃってるよ、潤わさないとっていうので、どん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 内側から油分出てきて、それが化粧崩れの原因になるので、しっかり保湿をしておいてあげるという感じです。はい、今コンタクトを入れました。よくねコンタクトの質問いただくんですけど、こんな感じですっごい透明感のある水光カラコン。ではでは早速やっていきます。まずやっぱり大事だよねっていうベースメイクから紹介していきます。まずこちら VIM のキープコンフィデンスプライマーです。皮脂崩れ防止であったりとか、油分をねこう吸収してくれるものも入ってます。フォアプライマーになってて、毛穴のボコボコ気になる部分にこれを塗っていきます。私は結構この季節になってくるとほうれい線のこのここの部分がちょっとテカりやすくなってきます。そこがテカテカしちゃうとほうれい線が目立ちやすくなるので、ここにしっかりとVIMのキープコンフィデンスプライマー塗って、私もうアイメイクが本当ににじみやすくって、とにかくもう絶対これ塗ってる、これ塗ってると塗ってないと全然違うんで、ちゃんとこの細かい部分まで塗っていきます。このVIMのプライマー本当にちょっと人気なんですけど、こうやって塗るとみずみずしいんですよ。潤いがあるのですごく塗りやすいです。
だん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 広げていくとサラッサラになってきます。なんかしっとりとサラサラがミックスした感じ。次、目の周りだけパウダーをつけていきます。ミュアイスのヨレンパウダーツヤカバーです。パウダーのせてもツヤ欲しいじゃないですか。で、このミキポンさんプロデュースのこのミュアイスがすごく良くって、コンパクトなんですよ、小さくて安いのにもう機能性抜群っていうので、私はこの夏絶対手放せないアイテムです。目の周りに塗っていきます。すごい粒子が細かいから粉っぽくならへん。もうこれでマスカラもアイラインもにじみにくくなります。次はこちら、リムのこちらの前眼下地はベビーコラーゲンが入っているっていうのを、張りや弾力をねパーンと与えてくれます。保湿してくれつつも皮脂崩れを防止してくれます。これも崩れないポイント。よくキープコミネスプライマーとこの前眼下地どっちを先に使えばいいですかっていうことなんですけど、先にこれを使うことをお勧めします。こんな感じで光でカバーをしていきました。めっちゃ嬉しい報告があります。もうやばい、これはマジ泣きしちゃったやつなんですよ。なんと有名な LDK ファンデーション部門で1位をいただきました。もう本当にありがとうございます。もうめちゃくちゃ嬉しい。私 LDK の雑誌インスタグラムすごく好きで、もう本当にコスメをどれ使おうかなって決めるときはいつも LDK さんのを見させていただいてました。なので受賞できて本当に嬉しく思ってます。ありがとうございます。室温40度、湿度 80%、 それでどれだけよれないかっていうのを検証してるみたいなので、よかったらぜひぜひチェックしていただけたら嬉しいです。ウェアビューティーのエフェクトライクフィニッシュファンデーションキット26番を使います。ではまずおでこからしっかりと塗ってカバーしていきます。もう年中使える、ピタッとこう密着してくれて、しっかりこういうね光沢のある下地使うとセミマットでもツヤ肌を再現できます。まずは一旦ナチュラルに軽くね、結構ここの赤みが私すごいんですけど、もうファンデで赤みの部分はこちらの黄色のコンシーラーを使って、赤みがあるんで、マジで綺麗すぎる。こんな感じで塗っていきました。次はコンシーラーですね。もうがっつりとカバーしていきたいので、ここもしっかりとコンシーラー塗っていきます。このファンデと全く同じ色のこの真ん中のコンシーラー使っていきます。気になる部分、こういう歌舞伎型のブラシで厚っこくあんまり塗りすぎると化粧崩れの原因になるので、ちょっとずつコンシーラーを重ねていきます。力入れちゃうと元々つけたコンシーラーが取れてくるんですよ。力を抜いてひたすら優しく、すごいよねやっぱ。で、この残ったコンシーラーを顔につけていく。で、歌舞伎型のブラシで軽く本当に整えるぐらい。あれまあれまと、どこへ行く私の私のおくろちゃん。はい、ファンデーションコンシーラー塗っていきました。夏って化粧崩れしやすいじゃないですか。だからマットを選びたい本当は、でもツヤは叶えたい、もうどっちも欲しいねんってなるじゃないですか。それを叶えてくれるアイテムです。今回使ってるファンデってセミマットなんですよ。ツヤ出てるの分かります？これがこの下地のおかげなんですよね。ツヤを出しつつも必要ないところはしっかりとパウダーをのせて塗っていきます。で、このミュアイスのパウダーってカールが入ってるんですよ。程良いツヤ感見えますか？この超綺麗なの。これを塗ってお肌のツヤ感を残しつつも、パウダーでしっかりこのファンデの油分を押さえていきます。塗り方としてはここがすごい光ってるじゃないですか。光ってったら良くない光り方なんですよ。ここって汗かいた時ってここやっぱベタベタってしてくるので、ここはもうパウダーで押さえちゃう。こうやって押さえるとほら一気に若返ったの分かります？これがめっちゃ大事なんですよ。パウダーって全部塗ったらいいってやっぱ私も前まで思ってたんですけど、そうじゃない。ここに光が入らなくなるので一気にほうれい線が消えます。で、この辺もちょっとのせる。こんな感じです。わかるかな？同じようにこっち側もパウダーをポッと。ほら、もう魔法、魔法のようです。ウィンガーディアン、また言ってるよ。口周りですね。しっかりとほら、ツヤも残してくれてるでしょ、パウダーここ塗ったのに。こっちとの光のこの境界線、素晴らしく綺麗です。中心部分ですね、T ゾーンはパウダーで押さえてあげる。テカリやすい部分ではあるので。端はもう全体にこう塗っていきます。これで
さっきのちょっとギドってした感じがなくなって、動くとパウダーともともと残したそのツヤ感がいい感じに出てます。これがツヤ。さっきのだとテカリになっちゃうので、こんな感じで丁寧に必要なとこ、そうでないところをしっかり見分けてパウダーを塗るのがポイントです。で、パウダーを乗せることで皮脂崩れ防止して化粧を崩れにくくしてくれます。眉アイメイクやっていきます。フジコの書き足し眉ティント、こちらを使います。眉毛ってやっぱ崩れやすいじゃないですか。なのでティント効果のあるアイブロウを使って眉毛を描いていきます。パウダーもいいんですけど、やっぱり夏はリキッド系を使った方が圧倒的に崩れにくいですね。そう用のスクリューブラシで眉頭をぼかしていきます。ティントなんですけど割とぼかし効くので、こちらですね。リムビューティーのマイコンフィデンスブロークリアブラウンを使います。まずこれを使って毛並みを整える。で、これもね、びっくりするぐらい崩れにくくって、汗かいた、あーってやっちゃった時も崩れにくい。あともうこのマスカラプラス藤子様なので、眉毛絶対崩さんっていう、鉄壁眉です。こんな感じで塗っていきました。今の状態だとどうしてもちょっと眉毛のバランスが悪いので、ビムのこのファンデと同じ色のコンシーラーを使って眉毛を整えていきます。まず一旦このアイブロウが薄い状態で整えていって、眉毛綺麗にしてるだけで、あ、この人メイクすごい上手なんやってやっぱ思われますよね。コンシーラー乗せていったらこのまま馴染ませていきまーす。そしてこの上からもう一度ミュアリスのパウダーですねを乗せていきます。こすっても取れないようにしていきます。次はこちらです。スイートミントのアイライナーのブラウンを使います。極細、これももう何度も紹介してるんですけど、リキッド系はやっぱ眉毛崩れにくいので、もうこれで毛並みを描いていきます。はい、次はこちらウェイクメイクアイシャドウパレットを使います。ちょっと絶妙な色合いがね、すごい勢揃いしてるので、まずはこの色のアイホール一旦塗ります。次はこの2色ぐらいかな、ポンポンとこうして眉と目のこの彫りの深い部分、この部分に影を入れていきます。次はサンローランのクチュールミニクラッチの500番を使います。初めて使う色なんですけど、こちら使います。ラメがもうすごいの、ダイヤモンドのようなね、輝きです。この色から粘膜に近いところからこうちょんちょんちょんと乗せて、なんで赤みを使うかっていうと、もしちょっと崩れちゃったって時でも赤みってごまかしめっちゃ効くんですよね。ブラウンとかさ、そういう系だとどうしてもこう落ちてきた時にクマっぽく見えたりするんですけど、赤みってちょっとその辺をねごまかしてくれる部分があるので、夏っていうこともありますし、ちょっとこう明るめの色付きのアイシャドウを使って、質感綺麗すぎへん。キープコンフィデンスプライマーを塗ってあげると、まぶたのこの二重の線のラインにアイシャドウがたまらなくなります。次はこの色塗っていきます。上からちょっとこうかぶせるように塗るんですけど、めっちゃ可愛いこの色。結構ガッツリ色つくのがまたいい。何もついていないブラシを使って境目の部分ぼかしていきます。でしたらザクザクラメに行きます。こう二つ。やば、柔らかくってツヤツヤツヤ、テンション上がるわ。あはっ、ちょっとちょっとちょっと見て、これ全体にまぶしちゃっていいかも。めっちゃ可愛い。わかる、この最初に塗ったベースの色と大マッチ、マジで可愛いねんけど。ザクザクなんですけど、多分ちっちゃいのもありつつしっとりしてるからパラつかないんですよね。だから汚く見えへんの。次ちょっとさっきの横のね、このラメの色を目頭に入れると、はぁ、めっちゃ綺麗。はい、こんな感じでございます。次下ですね。ベースでしっかりと崩れないように仕込んであるので、アイシャドウがついに塗っちゃって大丈夫で、薄ピンクの色ですね。この色中心の部分だけ入れて、何もついてないブラシでぼかします。ビューラーで上げていきます。夏と言ったらやっぱりもうヒロインメイクでしょ。もうこれがやっぱ一番。カールキープマスカラベースです。それと上向きカールにしていって、絶対に下に向かへんように、見た目すごい綺麗になるのはウォンジョンヨのマスカラなんですよね。あれは本当に綺麗にセパレートしてくれて、ダマもできへんし、どんどん伸びていくって感じ。崩したくないってやったらもうこちらですね。
これでしっかりと乾かしたら、次がヒロイメイクのロング&カールマスカラ、アドバンストフィルムを使います。根っこから持ち上げるように塗っていきます。こんな感じ。大体皆さんマスカラする前とかにアイライン塗ると思うんですけど、先にね、アイライン塗っちゃうと、やっぱビューラーで剥げちゃうっていうので、アイライン自体は最後。シスターアンのペンシルライナー。本当にシスターアン、崩れにめっちゃ強いです。常にこの目元って潤ってる状態になってるので、水分が多めです。その分アイラインって崩れやすかったり、剥げやすかったりするんですけど、しっかりとしたウォータープルーフになってるので、使いやすいし、塗りやすいし、崩れへんっていう最強アイテム。粘膜に入れていきます。メイベリンのハイパーシャープライナー、ピーチブラウン、こちらを使っていきます。もうメイベリンは本当に崩れない。粘膜に塗っても崩れないんですよ。このまま次、目尻の方のアイラインも引いていっちゃいます。で、もう一度、ヒロインメイクのマスカラベースを塗っていきます。次はヒロインメイクのロング&カールマスカラ。で、このカラーを使って、ここの黒目のラインぐらいのところだけちょっとだけ影を入れます。コントワーをしていきます。クリームコントワーでも全然いいんですけど、こういうパウダー系使った方がやっぱり崩れにくかったりするので、これ何でも使えるからもうこれで、口角作り。チークを塗っていくんですけど、MAC のグロープレイブラッシュブリーズ。スフレな感じのチークになってるんですけど、ピタッと密着してるので、ツヤ感を残しつつも崩れにくくなってます。こういうブラシを使って。こんな感じで、チークを塗っても結構ツヤ感が残ってるので、すごい潤ってる肌に見えるね。練りチークとは違うんですよね。こっちが練りチーク。結構ペトってしてる感じ。こっちはもうスフレなんですよ。ふわーっと。粉っぽくなくて密着してるので、崩れにくいっていう感じです。はい。次はこちらですね。アルミュージュのジュエルリップコレクション、トバーズの希望。こちらを使っていきます。今回ツヤを出していきたいんですけど、マットリップも使います。中心だけにこのマットリップ塗っていきます。で、ちょっとこう指で軽くぼかして肌に密着するように塗っていきます。トゥーフェイスドのビローバームリップトリートメント、ココアキス、こちらを使います。リップトリートメントなので唇にハリを出してくれたり、縦じわも消してくれるので、マットの上から塗ります。マットの意味合いとしては色をしっかり残すためっていう感じかな。最後はリムビューティーのキンプコンフィデンスミスト、こちらを使います。マジで大好評で本当にありがとうございます。店舗でも EC の方でもすごく人気で、ちょっと今品薄状態が続いてて、もう少しこう在庫を今増やしてもらえるようにお願いしてるので、もう少々お待ちくださいということで、こちらのミストかけていきます。ただ振りかけるだけじゃなくて、ツールにもかけて密着度が増すので、ぜひそちら試していただければと思います。ということで、今回は私が普段やっている夏の鉄壁、崩れないメイク方法でした。ぜひこの夏お試しくださいませ。それではまた皆さんお会いしましょう。バーイ。はい、一日過ごしました。めっちゃ汗かいてんやけど。今、もう16時半になります。で、さっき撮影してた時間が朝の8時。今日何度 ?35 度とかだったんですよね。約8時間、部屋掃除したり、仕事して、子供たちと外で遊んだりとか、やっぱ顔触られたりとかして、ほくろはちょっとうっすら見えてきちゃってるかなっていうのはあります。結構カバーしてたけどね。こっちはでもそんなにほとんど崩れてなくってっていう感じです。やっぱりちょっと汗はかいたんで、ちょっとテカってきてるかなっていう部分はある。もう眉毛はもう一切崩れてないね。どう?アイメイクとかも。思ったより汚くないのと。すごいね、メイベリンのアイライナー。ここの内側のインライン全く消えてない。私やっぱテカりやすいから油っぽくなってきてるけど。ちょっとティッシュオフしようかなって思います。こんな感じでーす。ファンデも全然。あ、ティッシュオフするとすごいいい感じになった。で、こっちも。よーん。こんな感じ。ティッシュオフしたらめっちゃ気になった。鼻の部分とか赤みが出てきちゃってるかなっていうのあるんですよね。でももうほとんど崩れてない。さすがやわ。一日過ごしてみたところを見ていただいたんですけども、最強コスメたちを使ってメイクしていったので、もうこれは間違いなしだと思います。なので、ぜひ、皆さん、このアイテムを使って夏挑みましょう!